こんにちは。ここは新大阪駅。JR 在来線や新幹線、地下鉄も集結する新大阪駅。この駅のすぐそばには巨大な郵便局があります。この白い巨大な建物、旧称大阪郵便貯金会館、現在はメルパルク大阪と呼ばれています。今回はこの新大阪駅のすぐそばにある超巨大郵便局、メルパルク大阪へ向かいます。このメルパルク大阪、普通の郵便局にしては大きすぎます。メルパルク大阪郵便局として、もちろん普通の郵便局の機能もあります。ここだけ見れば普通の郵便局。しかしこの郵便局、新大阪駅のすぐそばというアクセスの良さもあってか、施設が充実。1010席収容のホール、162室のホテル、さらに結婚式場、宴会場、レストランまであります。今日は部下をここに呼び出してサプライズ、2人でレストランで食事をしたいと思います。幸い新大阪駅周辺に郵便局はここだけ。しかもこんなに巨大な郵便局、さすがに新大阪駅の目の前の巨大郵便局なら部下も迷うことはないでしょう。ドキドキしますが部下を電話で呼び出します。新大阪郵便局にすぐ来なさい。ガチャン。なんということでしょう。上司からいきなり新大阪郵便局に来いとの電話。仕方ありません。上司の指示は絶対です。幸い今私は大阪駅にいます。新大阪郵便局まで電車ならすぐです。大阪中央郵便局なら昔はここにあったのですが、今回は中央郵便局ではなく新大阪郵便局。でも新大阪郵便局も大阪駅から電車ですぐ。上司を待たせるわけにはいきません。急ぎましょう。大阪駅を出発、上司の待つ新大阪郵便局へ向かいます。待っててくださいね上司、今行きますからね。しかし上司と郵便局での仕事は初めて。一体新大阪郵便局でどんな仕事をするつもりなのでしょうか。郵便局は切手やはがき、集荷、配達の郵便業務のほか、銀行、保険なども取り扱います。しかし新大阪郵便局は銀行や保険は取り扱わず、郵便事業専門の郵便局です。古くから遠方との通信手段として利用されてきた郵便の専門部署。日本での通信の最古の記録は聖徳太子が隋の煬帝に送った手紙とされています。日出ずる処の天子で始まる有名な国書。その後時代が進み、鎌倉時代には早馬、飛脚といった通信システムが整備されていきます。そして明治4年1871年、前島密かにより現在の郵便制度がスタートします。同時に切手も発行されましたが、当時の切手は送り先の距離によって料金が異なり4種類もありました。創業当初、東京、京都、大阪の3カ所から始まった郵便局はその後急速に全国へ広がります。当時郵便を管理していたのは郵政省の前身定信省という省庁。現在の郵便マークはこの定信省の頭の手の文字を図案化したものです。そうこう言っているうちに JR 夢咲線安治川口駅に到着です。この次の駅はみんな大好き USJ の最寄り駅、ユニバーサルシティ駅となります。しかし今回はユニバーサルシティ駅の手前、安治川口駅で下車しました。この安治川口駅は駅前に郵便局があるのです。その郵便局こそ新大阪郵便局。
立川口駅の改札を出ます。 JR 立川口駅前新大阪郵便局に到着しました。上司の電話から約15分、新大阪郵便局に到着です。大阪市此花区島屋4丁目、郵便事業専門の郵便局として1994年開局、西日本の郵便輸送ネットワークの重要拠点です。全国からの郵便物が集まり、また大阪からの郵便物が旅立つ大事な場所。10トントラックが頻繁に出入りする、まるで郵便物工場。郵便番号紙2桁53から59のすべてと666の0101から0103の地域を引き受けています。新大阪郵便局という名前ですが、新大阪駅や新大阪駅周辺とは無関係です。この郵便局が位置しているのは味川口駅。味川口駅には JR 貨物の味川口貨物ターミナル駅も併設されており、前身は大阪鉄道郵便局でした。新大阪駅ではないのにややこしいと思われるかもしれませんが、この郵便局は一般人向けではありません。この新大阪郵便局は業務用の郵便局、一般人は併設の味川口駅前郵便局を利用します。同じ敷地に業務用の新大阪郵便局と一般用の味川口駅前郵便局が同居しているのです。ところで上司の姿が見当たりません。上司はどこにいるのでしょうか。せっかちな上司のことです。きっとまた待ちきれず一人で仕事をこなしているのでしょう。仕方ありません。ここは上司に任せて私は帰ることとします。今回は JR 味川口駅前にある新大阪郵便局と同居している大阪味川口駅前郵便局のご紹介でした。そんなことはないとは思いますが、新大阪郵便局と新大阪の郵便局を間違うことのないようご注意ください。繰り返しますが、新大阪郵便局は新大阪駅にはありません。それでは私は隣駅のユニバーサルシティで食事でもして帰ります。ご視聴ありがとうございました。遅い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 遅